could be lying and tell you you're fine. I could be lying the rest of the night, but I won't do it. No, no way I'm saying so. I could pretend that you're doing okay. I could give in when you want it your way. はい、よろしくお願いします。賃貸脇山です。今回も賃貸の部屋の DIY じゃなくてパソコンの DIY、まあ、自作 PC と呼ばれる、ジャンルの紹介動画になります。前回この和室の2回目の DIY の途中で挟んだと思うんですけど、動画編集用だったり e スポーツ呼ばれる PC ゲームの、用途に使うメイン PC を新調するときに、もうせっかくなんでそれもパソコンも DIY しちゃおうということで自作PC 初めて手つけたんですけど、ちょっとその時ね、結構見た目も中身もスペックこだわって金額が20万前後するまあまあいいゲーミング PC 作っちゃったんですけど、まあ、その後ね結構パソコン作るの楽しかったので、もっと機会があれば作ってみたいなと思ってる中に、まあ、もうちょっと安いスペックでね、具体的に言うと10万円を切るような、自作ゲーミング PC も作りたいなと思って、今回いろいろパーツを揃えてみて、まあ、モニターとあとはWindows OS 含んでも9万円台で、そこから Windows OS はまあ抜いて考えると8万円台で、モニターも1万円ぐらいのものだったんで、まあ、抜くと、締めて7万円を切る6万9000いくらという金額で、自作 PC のパーツが全部揃えられたので、ちょっとそれでねパソコン組んでみて、うまく起動すれば、まあまあおすすめできるコスパ重視のパソコンとして自作 PC として紹介できるんじゃないかなというところで、今回第2回目の、自作 PC の紹介動画になります。で早速なんですけど、これがね前回作った自分の初の自作 PC で、今メイン PC として使ってます。でこれが NZXT の H510i かな。中身も、まあ、ある程度白で揃えた感じで作りました。で、まあ、ここから塗装したりいろいろともっと自作感出していこうかなと思ってるんですけど、一旦その前にコスパ重視のパソコンが、パーツがこちらですね。今回組もうとしてるのはこんな感じです。 PC ケースはサーマルテイクさんのベルサ H18 ですかね。 CPU は今回は Ryzen 5かな。一応ブラボも黒都志向さんの GeForce GTX 1050Ti を積みまして、メモリが、コルセアの8ギガ2枚ですかね。でメインストレージは SSD250GB、 サブストレージは、シーゲートさんの 1TB のハードディスク HDD で、電源はコルセアの 550W かな。マザボが今回の MSI さんの、B450MAProMax、 これミニ ATX サイズですかね。という感じで、まあ、ある程度ゲーミングできるんじゃないかな、動画編集等にも、耐えうるスペックかなと思って揃えたんですけど、これで6万円台なので7万円切りで自作 PC が、できますという紹介動画になればいいなと思って、これでパーツを選びました。まあ、第2回目なんでまだ至らぬところありそうですけれども、ちょっとその組むのが楽しかったんでね、まあ、これから紹介動画として手順通りに組んでいきます。はい、まあ、2回目なんで今回はもうなるべくスピード重視でパッパッと進めていきます。レバーを押し上げて CPU の四隅の一角にね三角のマークが微妙についてるんですよ。ちょっと見えるかな。でストンと、でもこの金属レバーを戻す、もうこれだけですね。もうこれでマザボに CPU の取り付け完成で、メモリ挿しましょう。この 8GB のメモリを2枚挿していきます。挿し口も今回スロットが2つしかないので、このラッチを両方下げて、メモリ微妙に左右対称じゃないので、この真ん中の穴がねどっちに刺さるかで、上下の向きは間違えないようになってます。左右を押し込めばカチッと止まりました。
く強く押し込むとフラッチがカチカチと止まります。まあ、これでメモリ差し、固定が完了です。今回はグリスを塗ります。 HY883 ちょっと十字に私は塗りました。はい、なんか変な音しますけど、まあ合ってますよね多分。これ最後に取り付けました次はこの後ろのネジを手で取れるようになっている2箇所で右側のサイドパネルが外せます。で、この中にマザーボードと IO パネルも取り付けていきます。シルバーはシルバーでシンプルでいいんじゃないですかね。ここに思いっきり押し込むだけではまります。よいしょ、はまりました。こちらを取り付けます。 IO パネルにはしっかりはまったと。じゃあこのネジ穴も、あ、いいね。やっぱり IO パネルしっかりはまるとネジ穴にも正しい位置取りができます。対角線上にね、右上を止めたら今度は左下を止めるみたいな形できつく止めていきます。出ました。マザボの設置完了です。メインストレージとサブストレージつけていきます。この一箇所ね、ネジ止めしなかったところがこうか、こうだな。はい、これでハードディスクはケース底面に取り付けが完了です。はい、今度 SSD ですね。ここにね、また引っ掛けるんですけど、でスライドさせて、はい、止めます。うん、はい、これで SSD と HDD 取り付け完了。ファンが上向きか下向きかなんですけど、このケースも下の方に通気口があるので、そっち側をこう裏に向けます。で、ぶっ込んじゃってここをネジで止めるだけですね。はい、電流ユニット取り付け完了。ブラボはここですね。ここに刺すのと後ろ部分を外さなきゃなので、こういう感じで取り付けるので2箇所外さなきゃなので、一旦ここ外していきます。よいしょ。で、お、はい、押し込みますね。で、押し込むと今カチッと刺さりましたね。で、これでグラボも取り付けられたので、あとは配線をつなげば完成だと思います。他の人と比べるとやっぱり順番を分かってるおかげで、うん、そんなに大変だなとは思いませんね。むしろいつもの DIY の方が圧倒的に大変な気がします。で、あとは配線をつなげていったら完成ですね。はい、早い。はい、刺しますね。この太い持ってきたものはここに刺します。カチッと刺さりましたら完了。で、次、次はこの USB、フロントパ
モニターなしでちょっと起動してるかだけ確認に届けておきます。で、スイッチをオンします。電源が手前にフロントパネルで押しました。うん、動きましたね。で、これでモニターつけて、キーボードをつけちゃえば、最初の BIOS 設定の画面に入れるはずなので、うん。まあ、それは後ほどやっていきます。一旦これで PC の、自作 PC の第2弾の組み立て編はね、もうこれで終わりにしようかなと思います。こちらで一旦自作 PC 第2弾の完成です。まあ、一旦本当に最小限の構成ではあるんですが、グラフィックボードもしっかりついて、GTX1050 の Ti ですかね。ですけど、まあ十分かなと。で、CPU クーラーも Ryzen 5の純正のものに標準でついてくる空冷の CPU クーラーですけど、まあ一旦これで。まあ後でベンチマーク取りますけど問題ないはずです。メモリはねちょっと今回の構成の中ではある程度ケチらなかった部分で、8ギガを2枚積んで16ギガです。うん、まあこんな感じですね。はい、その後 OS のインストールも問題なく完了しましたので、簡単にですがベンチマークテストを実施しました。ファイナルファンタジー15ですね、よく自作イヤーの皆さんも使っていらっしゃるのでベンチマークの比較がしやすいかなというところ で残念ながら高品質の方ではやっぱり回らなくて標準品質止まりだったんですけれども、まあ、実際回してみたところ、まあ、3000番台後半ですね。なので結果としては、まあ、普通という表示が出ています。まあ、簡単な PC ゲームのタイトルによってはですね、あとはまあ設定側でねうまいこといじれば簡単な PC ゲームをできるんじゃないかなといった具合に着地しました。簡単な動画編集だったりもね、複雑なエフェクトをかけまくらなければある程度の作業はできるんじゃないかなという、そんな感じの仕上がりですね。あとはクリスタルディスクマークのテストもやってますね。ストレージの書き込み速度と読み込み速度のチェックです。まあ、しずくちゃんバージョンですけど、これはね今回使った SSD の、M.2 とかでもないので標準の SSD でこんなもんかなと。まあ、前やった自作 PC のメイン機の時にも同じような数値が出ていてほとんど変わらなかったので、まあ特に異常は見られなかったかなと。ハードディスクの方も一応確認したんですけど、やはりこれよりは遅くなっているので、まあ、メインストレージは SSD にして正解だったかなと、そんな感じですね。はい。